2008年、WSJS ブレイクシーンは、オーストラリアシドニー地区を拠点に起乗する機種である。出生地は、オーストラリアビクトリア州キルモア。父のジェラルドシーンは、元機種。香港における名前の中文表記は、節音。2003年、2004年、メルボルン地区を拠点に2003年6月に、機種デビューした。2004年、2005年、 2005年5月にアデレードカップをデマージャーに騎場して制し G1 競争初勝利を挙げた。さらに当シーズンはメルボルン地区のミナライキシュリーディングで第2位となりミナライ手として史上初のスコービーブリースリーメダルを受賞した。2007年2008年当シーズンよりゲイワーターハウス9社の主戦騎手となったことに伴い拠点をシドニー地区に移した。 2008年には、当シーズンのシドニー地区、リーディングジョッキーとなった。2008年、第22回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために初来日を果たした。12月6日に、中央競馬で初起乗し、同シリーズでは32ポイントを獲得して5位となった。2019年9月から、香港ジョッキークラブのジョッキーライセンスを経て、香港へ移籍。 真の不祥事は二度あり、一度目は2008年5月に薬物による1ヶ月の起乗停止処分を受けた。二度目は2010年11月26日、自身の起乗していたレースで賭博行為を行ったとして1年3ヶ月の起乗停止処分が言い渡された。共犯者のピーター・ロブル騎手も1年間の起乗停止となった。またジョッキールームで真の交際者である。 女性機種のカシー・オハラと携帯電話でやり取りしていたことも発覚したが、追加の処分とオハラへの処分については不明。ありがとうございます。